いるか。ああやめようかな、あれはちょっと。ああやばいやついるな。あ、もしかしてあれじゃないよね。さすがにさすがにあれじゃないよね。いやさすがに違うしょ。いやウルハルシアって書いてあるわ。このご時世に馬でご登場っていうか、やばいの被ってるってことだけど。ああ剣持っちゃってるわ。剣持ってる。やる気かな。あ怖いね。なんか今日あれなのかな。ああちゃんとちょっと待って、あの受けに来たんだよね。剣持ってるとか。あちゃんと馬をね、ああえら、あ乗ってるよ。大丈夫かな、大丈夫かな。見ましたか今の。暴力パワーで解決しようとしてましたけど。あーあ、うん、あれ遊びに、あれあれ遊びに来た感じでしょうか。おふざけではないですよね。面接に体操着。え、もしかしてこれおふざけかな。新手の嫌がらせペコですかね。これウサケンの社長が違います。本気です。本気。素顔は見せない形でしょうか。あ、なんかくれてるぞ。あ、卵。いきなり水着物？素顔は見せないのかな。あ、卵ありがとうございます。あ、あ社長来てください。はい、な、何ペコですか。これは作ったです。可愛くないですか。で、お土産で、そう、ウサギなんですよ。で、あの、中にお土産があるんですよ、社長。え、なんでここに置いてくれねペコなの。え、じゃあちょっとチェストの中行ってみてもいいですか。やったな。やったな。ねえ、なんで、なんでなの、なんでなの、ベゴラ社長。なんねえ、嘘。はぁ、なんで、ねえ、なんでなくなってんの、ちょっと、なぁ、嘘だ。ねえ、もうやる。やったね、君やったね。社長に何しようとしてたの。社長が、うん、楽しめるかなと思って。じゃ、もう一度、あの社長後ろ向いとくからちょっとセッティングして。これ次第ではまあ合格、一発合格か、まあ一発不合格あるかもしれませんよ。やばい。セッティング正体現したかな。やばい。じゃあいきますよ。じゃあ入ったウサギの